3、2、1、皆さんこんばんは。今日は2016年の8月31日水曜日でございます。水曜日夜の、スピリチュアル鑑定団スピリチュアル TV が送らさせていただきます。今日もね、チャットの方とそしてこのオンラインスカイプの方で素晴らしい先生たちにつながっていただいてますので、いろんな質問がある方、早速チャットの方に書いていただければと思います。チャットの方は、まず、チャットの方、まだでもいろいろ書いてない方もいらっしゃるのかな。じゃあ、スカイプの方からいきましょうか。じゃあ、上からフミヤさんからお願いします。はい、皆さんこんばんは。バディエムフミヤです。滋賀県からお送りさせてもらいます。今日は、オーラ鑑定と必要なメッセージをお伝えしたいと思いますので、どうぞご依頼ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではゆつきさんお願いします。皆さんこんばんは、ゆつきです。お久しぶりです。今日はマヤ暦鑑定をさせていただきますので、マヤ暦では人生のテーマをお伝えすることができます。生年月日の方をチャットの方にお伝えください。で、お誕生日ごとのその1年のテーマっていうのも出すことができますので、それをご希望の方はその旨をお書き添えください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではあんこさん、お願いします。お願いします。こんばんは、梶岡あんこです。私は大阪から送らせていただきます。先日、テジさんのご実家の方から本とかカードを持ち帰らせていただいて、皆さんにチャリティーとしてお買い求めいただきましてありがとうございました。その、売上の中の一部はスピリチュアル TV として、テディさん の, お父様の方に少しですけどご寄付させていただきました。で、また今回もまだまだたくさんね、ご本とかカードがテージさんのところにありましたので、お父様に送っていただきましたので、また、9月の19日幸せの玉手箱などでも皆様にご紹介させていただけたらなと思っております。またどうぞよろしくお願いします。はい、以上です。はい、ありがとうございます。そしてですね、いなくなってしまった。チャットの方では、関東からアプリコットブレインさん、そして浅野めぐみさんが、あなたの深い部分魂からのメッセージ、そして関西からアントンさんがあなたがワクワクして生き生きと輝くためのメッセージ、関西からひろみさんが今のあなたにできること、そして関東からアメタマさんが、リーディングで皆様が幸せになるために今必要なメッセージ、北海道からリラさんが、愛と自由のチャネリングメッセージ、沖縄からゆきのさんが愛あるメッセージをお届けしていただけますので、すいません。何かが違った。それは違う出た。あ、マジ？あ、ごめんなさい、それね、前の先週のデータなんです。あ、そうだったんですね。あ、ごめんなさい、今日は、沖縄の雪乃さんはお休みです。はい、はい、すいません。はい、あと飴玉さんも今日はちょっとお聞きしてなかったです。あ、そうですか。すいません、ちょっとややこしくなりました。了解です。はい、まあ、チャットでね、先生たちも参戦してくださってる方が自己紹介チャットの方で書かれてると思いますので、その書かれてる方にじゃあ皆さん、視聴者の皆さんぜひリクエストしてください。なるべくね、生年月日があったりとか、細かくこういう関係なんだけどどうでしょうかっていう細かく書いた方が漠然とした答えにならずに、こちらの先生方も答えやすいと思うので、そういう質問にしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ね、モンタンさん、先日東京でね、お茶会しましょうっていうことで、お目にかかって、カノンちゃんも一緒にね、モンタンさんにもお目にかかることができて、はい、楽しかったですね。はい、遠いところね、1時間以上かけてね来てくださってね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
あんこさんも何時間もかけて大阪からいらしていただいてそうでした。私もちょっと大阪から行きましたけど、またあの、はい、9月の16日、うん、あのワークショップ、17、18またイベントに出ておりますので、はい、あのどうぞよろしくお願いします。そうですね、東京の方にね、またそこいらっしゃるんですよね、あんこさんね。そうですね、うん、なんかあの18日はスピリチュアル TV で、あの毎日イベントに出展するっていうことで。そうですね、はい、何人か出る人いるんですか？そうですね、あのさゆりさんと、うん、で私とで、まあ、この前 の、 あの宮古島の、はい、あの、春水さん、はい、あの春に水とか言ってね、春水さん、あの斉藤敏子さんが宮古島から来られるんですけど、はい、あのカノンカード、ガチャガチャガチャ、家臣カードっていうね、あのカードあの作られた方でね、あの素晴らしい方ですよ。あとあのブチさんもあの行かれますね、18日はね、出店されるんですよね、はい、浅草でしたっけ、はい、これえ浅草でしたっけね。あ、浅草です、浅草です、はい。まあ、その前日もなんかあのイベントがあるので、うん、16、17、18と、まあ、あの東京でイベントに参加しようかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ぜひあの、はい、生のね先生方を、まあ、あのそう、過去生からのメッセージもあの生だったら、うん、あのピンポンでいろいろお答えできると思います。そうですね、はい、今日のやつはまたね、今日の皆さんが鑑定してもらうものって、ここはなんだろう、スピリチュアルの試食会、よくねテディさんおっしゃったけど試食会みたいなものなので、本格鑑定よりはちょっと浅い部分、表面に浮かんできている、浮かび上がってる部分っていうかな、そういうところを多分お伝えしていただけると思うんですけども、より深く知りたい場合はぜひあのホームページや、Facebook とかでつながっていただいて、そこからご依頼をしていただけたら、さらに深くご自身のことが分かるようになると思いますので、やってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、いかがでしょうか、鑑定の皆さん、ね、できる方いらっしゃいますか？もうちょいと今始めたところ、はい、ね、もうあのチャットの方ではヒーリングが始まったりとかね、いろいろ。亀玉さん今日来られてるんですかね。亀玉さん、亀玉さん来られてますね。あ、来られてますね。あ、よかったよかった。あ、よかった。来られてますね。はい、来られてました。はい。どなたかがそうと喋ってた今。今誰？どなたが喋ったんだろう。そうと今やったな、ふみやちゃんとかな、うん、さあいっぱい、ね、リラさんが9時までってことですよね。リラさんの、そうね、リラさん北海道からでしたっけね。そうなんです。うん、すごい今台風で、そう、うん、ニュースとかではねすごい映像が流れてますけど、そう、でもなんか、ね、リラさんとこもひょっとしたら、でもね、小屋であのオンラインにできてるってことはね、電気も大丈夫ってことなんでしょうしね。そうですね、ここで確認ができるというか、ね、なんかあの台風も最近なんか怖いですね、なんかね、きついね。10号に関しては本当なんか蛇行運転っていうか、どういうルートやってるのみたいなね、うん、いろんな気圧とかで行くに進むに進めないしっていうところでね、板挟みになってそこでうろちょろしてて、やっとあの動きが取れたみたいなね感じがありましたよ ね、うん、ね、まあ、先日東京行った時は私はあの台風ギリギリセーフで、そうそうそう、やっちゃったし、まあ、先日京都はね、なんか途中から雨がねすごくね、あの降ったんですけど、まあ、でも京都のねお散歩に、あのいつきちゃんとかふみやちゃんとかみんな来てくださったんですけど、うん、はい、まあ、あの美味しかったです。ありがとう。なんかあの沖縄の先生が来られたんでね、うんうん、で、まあ、あのお昼からすごい雨で
お散歩はできなかったんですけどあのそのお話ができて、うん、まだそこはまったりトークが、そうですはい、とても濃い時間で、あの、うん、充実した時間をいただきました。なんか京都っていうとおばんざいとか、うん、うお豆腐とかもうちょっと涼しかったらね、湯豆腐とか食べたいなと思うけどね、うんうん、まだちょっとね暑いかき氷が食べたかったけど食べれなかった。夏の京都はね、あの盆地だからすっごい暑いっていう噂をよく聞きますけど、そう、うん、暑かったですかね。この間私がお邪魔した時も、あれは7月21日だった、22日か、まあ、はい、でもあ、すごい暑くはなかった感じでしたかね。まだ慣れた暑さになったっていうか、すごく気持ちいい風が吹いてましたよね。そうでしたね、あの日はね、うん、カラッとね、うん、カラッとしてた、ね、そうそうそう。今日東京も結構もう朝はね涼しい感じでね、あ、そうですか、うん、お散歩するのはすごい気持ちよかったですね。あ、お散歩行ってたね、書いてたね、フェイスブックでね、のっけて大阪もね、うん、昨日ぐらいからね、朝あの家の外へ出たらひんやりしてたもんね、うん、あ、そうですか、うん、もうだんだんそういう残暑が厳しい厳しいみたいなことをよく言われていたけど、今んとこそんなことないから、まあね、残暑って、ね、こんな風にねしてほしいなと思ってね、うん、もうそろそろね、うん、暑いのも嫌だなとか思ったりするけどね、その分果物が甘くなって美味しくなるなっていうね気はするから、まあいっかみたいなありますよね。さあどうでしょうか。はい、すみません、はい、じゃあふみやさんからいきましょうか、お願いします。はい、シローさん、ね、お仕事のことでいただいてます。あの責任感をね全うしようとする強いパワーをねすごくお持ちなんです。今は少し頑張りすぎて肉体が悲鳴を上げておられます。必要なのはたっぷりの深い睡眠ですね。あのシローさんがたっぷりね自分の体の声を聞いてあげて、ゆっくりリラックスしてエネルギーをねあの補うことによって、お仕事を退社なさった後、眩しいねあの霊的な光がシローさんの人生をね導いてくれます。そしてまた新たな道をね歩まれると思うんですが、ちゃんと休息することによって胸を弾ませながらね歩き出すことができると出ています。応援しています。以上です。はい、お一人でしたかはい、ありがとうございます。さあ他にはいかがでしょうか。はい、じゃあいいですか。はい、あんこさん、あのパールさん、はい、あのあんこさんこんばんは、私と子供たち、娘と息子の今世に影響している過去性をお願いしますということで、はい、あとちょっとまあ、パールさんのアメリカでの、ね、過去性っていうことで ね、ね、お嬢さんと息子さんをお持ち の、 あのそういう、家庭が見えてきたんですけれども、はい、あのお嬢さんっていう方は、まあ、文学的っていうかね、まあ、本当にあの女性らしい感性のお持ちの方で、まあ、言ったらロマンティストっていうのかな、そういう、才能を持ってる方でした。はい、あの息子さんはあのエンジニアっていうかね、まあ、なんかこうあの物を作ったり、そういうあの機械いじりとかそういうのが好きなあの才能があった方ですよっていうことでね、まあ、あの機械を作ったりそういうことが好きだったみたいでね。でそ の、 あ の、 あのお母様あのパールさんっていう方はあの家庭的な方でね、まあ、お料理の、例えばあのこのようにしてお野菜とかをあのストックするであったり、あの、まあ、ジャムを作ったりとか、まあ、いろんなあの家庭的なことに才能のあった方で、なんかあの今でもこうなんかほのぼのとしたね、とてもあのそれぞれがあの一番いいあのところをね、あの伸ばしていたっていうか、使っていたっていうかね、そういったあの過去性がありますよっていうことです。まあ、今もね、それぞれ の、 あの個性を大切にね、していく、あのそれぞれのいいところを認めていくといいですよっていうことです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、本当あのチャット読ませていただいてますけど、どなただったかな。
そうだ、画面の下のところにランキングボタンがあります。そのボタンをポチッと押していただくとランキングがキュキュって上がったりとかしてみんなが喜ぶので一つそれもよろしくお願いします。どうぞできたら言ってくださいね。どなたかがね、さっき、そうそうそう、ミサさんありがとうございます、スピリチュアルランキングが4位になってしまいました、ポチッとねって書いてくださってますね。そしてこまりさんっておっしゃるのかな、私の地域ではまだ停電が続いています、冬じゃなかったのが救いでした、うん、本当ですよね。こちら、あ、北海道なのかしら、すごいね、冬だったらね雪がなっちゃった感じになっちゃいますもんね。さあマロンさんありがとうございます、カノンさんボイスヒーリングお願いしますということで、じゃあ私がやっておこうかな。マロンさんにじゃあボイスヒーリングさせていただきます。ちょっとどこの部分かわからないけども、全体にかけていきます。カクバカルトリーカラーイと運動してますか体ストレッチしてますか、特に肩甲骨を寄せるという運動してみてください。ゆっくりとゆっくりとです、肩を回してゆっくりと、そうすると胸腺開いてきます、そうすると深い呼吸ができるようになります。深い呼吸をすることで深呼吸ですよね、深呼吸から深呼吸って誰か友達が言ってたけどもすごいそうすることでねリラックスしていきますので、ちょっと横に後ろに、寄せていってあげてください。そうするといろんなこと精神面安定していったりとかして、さらに過ごしやすくなっていくと思います。ありがとうございます。さあいかがでしょうか皆様。はい、じゃあゆつきさん行きましょうか。はい、金ピカさんありがとうございます。人生のテーマを金ピカさんのお伝えさせていただきます。金ピカさんはとても明るい方で人を元気づけられたりとか、あと世の中人のためにこう生きる人ですね。でですね、ワクワクの波動で生きて、ワクワクの波動をね出していくと、もっとこう生命力が上がって、もっとこう元気になるので、ワクワクした気持ちをちょっとどんどん出していくようにされるといいかなと思います。で、そうですね、人生的にはもしかしたらちょっと波乱万丈っていうか、上がり下がりがちょっと大きいかもしれないんですけれども、そうですね、トラブルとかちょっと思いがけないアクシデントとかが起こったりとかするかもしれないんですけれども、明るく明るくいくといいっていう感じですね。で、先輩とか上の方のアドバイスを素直に聞かれると、そういう時にもうまく乗り越えられたりとかできると思いますので、上の方のアドバイスっていうのはポイントになると思います。で、危険なこととかにちょっとこう首を突っ込みたくなるところがあるかもしれないので、そういうところはちょっと自制するようにしてください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、お次はいかがでしょうか。あんちゃん、いいですか。はい、あんこさんお願いします。はい、はい、ちなつさん、ですね。はい、こんばんは。今の自分に必要なメッセージをよろしくお願いします。ということで、今ちょっと過去生の方を見せてもらったら、なんか
フランスの時の過去生があって、だからあのブドウ農家のお嬢さんだったらしくてね。でこのブドウが、いくつ房にあのついてるかとかっていうことを数えたりとかね、すごくね数が好き、まあ、数学が好きなのかな、なんかあのとにかくあのその頃のあなたっていう方はあの数にこだわってなんか楽しんでたっていうことで、で、なんか数っていうのがあなたの励みに、なりますよっていうあのメッセージでした。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございますよいしょ。はい、じゃあふみやさん行きましょう。ちょっと、はい、ちょっと花さん、先週いただいたご相談の食事に行くっていう彼とのデートの結果ね、彼が花さんのことをどう思っているのかっていうことと、オーラ鑑定をご依頼いただきました。まずね、あの花さんが彼にどう思われたかなんですね。あの今出してはる青のオーラがねすごく強くて、ちょっとクールに見えたかなと思います。あの花さんはね、彼を分析したり計画性がすごく高くね挑まれたと思います。ただね、大きな失敗はない方ではあるんですが、もう少しね、あのデートを楽しんだ方が良かったかなとも思います。あの楽しいことを見つけることを忘れずにね、もう少し改善するとしたら、彼は緩く朗らかにしてほしいなと思ってるみたいです。そうするとね、あの花さんのバランスもすごく取れて、花さんの魅力がよりね彼に伝わると思います。彼は花さんの真面目さは気に入っておられますが、ちょっとねあの壁となってしまうところがあるので、彼がアプローチしやすいようにもう少しねあの楽しくゆるくね接しはるとうまくいきます。ただね、さすが計画を狙っただけであってね、花さんのデートの態度は100点満点でした。だから不安がらずにご安心くださいね。もちろん関係もあの進んでいます。はい、以上です。はい、ありがとうございますね。例えば過去性を見てもらいたいなっていう時とか、リクエストする時、今こういうことが起きてるんだけど、こういうことが気になってるんだけど、それにまつわるなんか過去性してきたことありますかみたいに言うと、より解決しやすいっていうかね、あ、ここがピンポイントだったかっていうのがね分かりやすかったりするので、そうするとあんこさんもね多分それに症状にあったことを伝えやすいと思うんですね。なので、まあ表面に出てきたものを伝えてくださると思いますけども、ね、はい、その方が楽しいと私は思います。ありがとうございます。はい、ね、私やってもらうのも大好きだし、やるのも好きだし。さあ、どうですか、できてる方いらっしゃいますか。はい。ごめんなさい。じゃあ、 あの、小森さんの覚醒なんですけれど、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、あの、まあ、あの今後の役に立てるようなことにつながればっておっしゃるんですけれども、まあ、あのオークランドっていうあの言葉が出てきて、まあ、あのその頃の覚醒であの教師をしてましたよ。まあ、あの教師といっても、まあ、言った、小さなお子さん の教師、まあ、お世話もあのしてたようなそんな感じがするんですけど、まあ例えばあの小学校の低学年ぐらい あの子どもさんたち の、まあ、あのお世話であったり、あの お勉強教えてあげたりってあったり、そういったことしてましたよということで ねとてもね明るくて、あのおおらかで、あの、まあ、あの人 あの気持ちをなんかあの素直にあのすくすく育てるようなことがあの得意なことあの方ですよっていうことですね。で、今後 あの役に立てるようなあなた あのそのいいところ まあ、あなたにとってあなたが今いいなと思うことをね、どんどんねあの自分で認めていってあのしていくと、 あなたの本当にあの、力っていうのがね、あなたにしかない力であったりとか、そういうものがねどんどんあの、
パワーアップしていきますよっていうことです。人のね、あの気持ちをとても大切にできる方です。ですからお子様で小さな方であっても、ご老人であっても、一般の方であっても、全ての方ね、みんな人の心のを大切にできる方ですよっていうことです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あれですね、ゆつきさんから伝言Kさん、ご依頼ありがとうございます、はい、今年のテーマと人生のテーマどちらにされますかっていうことですね。これってもうゆつきさん回答出ました？あ、回答出ましたっていうか、いや、お返事来てます。今見てるんですけど、できればお返事いただきたいですね。ね、ケースさん、今ケースさんと言ったよね、私ね。はい、そうです。はい、ゆつきさんからの伝言でございます。ぜひ、なんだっけ、お願いします。はい、今年のテーマと人生のテーマどちらになされますかっていうことが伝言来てます。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか、次の方。はい、じゃあふみやさん行きましょうか。はい、ちなつさん、オーラ鑑定とメッセージでいただいてます。ありがとうございます。ちなつさんはすごく人見知りで正直者の方ですね。一つのことを見つけられたら、その道を自分でね、どんどん進めていくことができます。独自のね、こだわりはね、ちょっと気になってはるみたいですけど、そのまま大切にしていってくださいね。少しね、交流をね、避けている自分っていうのがね、感じてはると思うんですが、そこの部分をね、少しね、今までと違う世界の人たちの中に飛び込んでいくことによって、千夏さんが極めたい道がよりね、充実したものになるので、そういった経験もされてみるといいと思います。応援しています。あ、色言いました。シルバーです。うん、はい、応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、チャット書かれても、もしかしたら飛ばされちゃったって方いらっしゃるかもしれないので、そういう場合は再度リクエストしていただくとか、もしかしたら今回は、特にあなたに今超必要なメッセージはないよっていう場合で、逃れてしまう場合があります。なのでね、そういう時は、あ、OK みたいな、私このままでいいじゃんみたいな気持ちになっていただけてもいいかななんて、読まなかったから悔しいみたいになっちゃうと血圧上がるので、ね、そういう方法もあります。あとは他の人に鑑定されてる場合でも、結構、ああ私もそれそうだよね、自分へのメッセージだよねっていう、シンクロっていうんですか、共受性っていうんですか、そういうのもありますのでね、それを受け止めていただいてもいいかなと思います。なんか小森さんの地域はまだ停電が続いてますって書いてますね。ねえ、ね、冬じゃなかったのが救いでした。いや、どちらの方でしょうかね、小森さん、ね、小森さん、うん、そうなんですよね。ね、北海道なのか東北の方がね、今ね、なんかね、うん、15動き回ってますよね。あ、15じゃないのか、今何号なんだろう。結構ね、皆さん、なんか水の蓄えだったり、お塩だったりとか、そういうものは。昔はね、私たちの頃、うん、まあ、は、台風って言ったら、うん、お母さんがおにぎりを握って、うん、で、なんか備蓄じゃないけれども、うん、まあ、ほら水道が止まったり、ガスが止まったり、昔はしやすかったかもからで、そうですね。で、台風だってなったら、おにぎりを作ってくれて、それがなんか嬉しかったかも。また違う、いつもとは違う愛情の形でね。そうそう。ママの愛を、ね、お母さんの愛を感じるみたいな。そう、なんかご飯食べるより、おにぎり食べる方がなんか楽しいし。またね。そういう、今私たち大人っていろんな知識が入ってるから怖いとか思うけど、うんうん、子供の頃はそういう怖いっていう感情がね、大人が焦ってるから怖いっていうのを作るかもしれないけど、うん、子供にしたら、わあ雨だ、大雨だ、わあシャンプー持ってこいみたいななるかもしれないし、ね、それ、まあ、みんなは知らない、私がまだ本当に小さな時は室戸台風やったかなんかね、大きなイチョウの木がね倒れたとかっていうような台風があったけど、
大阪でね、大阪市内って割とそういうことがなかったんで、うん、まあ、でも今本当に今日テレビ見てたら、うん、東北の方とか電信柱が倒れてたり、うん、ね、老人施設がね、の方がね、大変だったりとかっていうのがあってね、うん、まあ、そうこうして、まあ、被害がないのはありがたいなと思うんですけれども、うん、また同時にね、うん、被害に遭われている方がね、本当に被害が少なくて済みますように、そうです ね、よりそこから早く ね、いい状態に戻りますようにね、お祈りしておきたいと思います、うん、またねそこから新たにいろんな気づきがあって輝いたのかなと思いますけど ねえ、まあ、本当ね、なんかいつも思うけど、何か困ったことがあったなっていう時はなんかまたいいことがね、その後あるからね、うん、あ、北海道なんですね、小森さんは、ね、これは、うん、単身地区ってものかな、ちょっと月辺にトンって、なんて読むんやろ、単身なんですか ね、冷蔵庫が大変、本当やね、ね、電気が止まったら冷蔵庫がね、あ、そうですよね、もう新聞紙にぐるぐる巻きにするとかね、なかなか発泡スチロールなんかね、お家になかったりするから、まあ冷蔵庫の中の方がまだマシなんかな、うん、外出しとけるわ、冷気が逃げないように、うんうん、あと冷凍室なんかやったら、その冷凍になってるものがね、うん、あるからね、いいかなと思うんやけど、まあそれかもう私やったらもうアイスクリームから食べてしまうっていう感じ食べれるから私は、そうですよねここでまた在庫一掃整理みたいな感じで、そうね、ね、本当新聞紙でぐるぐる巻きにすると結構保冷保温っていうか、あ、うん、されるので、まあね、そういうこともやってらっしゃると思うけど、うん、うん、ね、またね、あとがまた大変ですよね、そうですよね、今うちの多摩川も結構茶色い水になっちゃってますからね、あ、本当、うん、いろんなもんが流れてきてますよ。あ、もう今日も台風でし、もう今日は大丈夫。あ、うん、今日は大丈夫だし、大丈夫なんですけども、うん、やっぱり上流の方からどんぶらこうといろいろなもんが流れてきてね。何年か前のすっごい大きかった台風の時は、それこそ冷蔵庫が流れてたとかね、多摩川に冷蔵庫流れてるけどみたいな。どんぶらこうってね。まあね、桃から生まれた桃太郎じゃないけど、ねえ、ね、そうなんですね、冷蔵庫を言ったらすごいですね、お家にが被害に遭われたんですかね、そうでしょうね、上の方でうちが壊れちゃったとかそういうのもあったので、そういうものがみんな流れてきたりとかしてね、きっと、まあね、本当にまあ今ここでこう、メッセージくださってる方は、まあまあ、小森さんはちょっと停電なんだけれども、他の方はまあ大丈夫なんかな、うん、ね、うん、イブリって読むんですかね、登別温泉方面です、さっきの、あ、そうですね、うん、登別温泉、そうか、温泉、登別温泉この前行きましたよ私、そうですよね、熊牧場とかそっちの方、あの辺が停電なんですかね、うん、そうそうそう、温泉、この、今日の方ね、今日の方というか、一緒に行ったよ、そう、リラさんやったかな、リラさんね、名前をねみんなね変えるとね私分からなくて、そうですね本名とこのそうリラさんね、リラさんと登別温泉行きましたね、はい、ありがとうございます、じゃあ鑑定の方はいかがでしょうか、はい、どなたかできてる方、はい、はい、じゃあゆつきさんお願いします、はい、ちょっと待ってね、ケースさん
ちょっとお返事がないので、こちらの方でちょっと見せていただきました。で、年内から来年春に転職を考えているのですが、今のタイミングでいいのかなと不安が出てきたりしていますということに関しては、今年はちょっと見送られた方がいいかもしれません。来年の方が、まだじっくり見てないですけど、今年はちょっとやめておかれた方がいいかなと思います。あと、子どもに関した仕事になるのですが、私の人生のテーマと関わりが深いのか知りたいですということでしたが、あまりその子どもっていう関わりはそんなにちょっとなさそうでした。だからもしかしたら、たまたまというか来てるのかもしれないなと思いました。以上です。ありがとうございます。それから、私に依頼されてる方は、生年月日が必要なので、他にも帰っていらっしゃらない方がちょっといらして、書いてくださいと、チャットに書かせていただいてますので、誰やったかな、名前がちょっと出ないんですけど、すいません、エミエミさんもですね、生年月日を西暦で教えてください。お願いします。以上です。はい、ありがとうございます。さあ、できてる方いらっしゃいますか？いいですか？お子さんお願いします。いいですかね。はい、ぷにぷにほっぺさん、はい、あんこさんお願いします。過去生の意識で、次の人生はこんな風にしたい等の願いがあったら教えていただきたいということで、プニプニほっぺさんの過去生ね、一つにはね、イギリスの過去生があってね、青年だったんだけれども、子どもたちに夢を与えたい、笑顔を与えたい、そういう気持ちのすごく強い方でね、また音楽とか絵とか、そういう、アーティスト的なね、あなただったんだけれども、ご自身のお仕事、その時はね、多分この雑誌、本の絵を描いたりね、そういった挿絵のようなものを描いたりとか、そういうことをしていた人なんだけれども、子供が好きで子供の絵をよく描いてたっていうことでね、そして、あなたがね、こう時間のある時は街角で、なんかこうクリクリとこう回しながら音楽を流すようなことをして、そして風船を上げたりとかしてね、ピエロのような、そんな、その時ピエロの姿してたかどうかはあれなんだけれども、ピエロのような感じの笑顔で、プレゼントしてっていうことをしてたのね。で、その時本当に、全てがなんかこう貧しい感じだったので、で、また今世もね、一人でも多くの人に笑顔で接して笑顔になってもらう、そういったことしたかったみたいですよ。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、うん。さあ、それではいかがでしょうか。ふみやちゃんはまだできてます。はい、ちょっと待ってください。今カメラを切り替えたいの。はい、どうぞ。はい、まゆさん、オーラとメッセージをお願いしますっていただいてます。ありがとうございます。まゆさんはオレンジですね。出会いのチャンスが近く迫っていますね。チャンスを逃さないようにね、まゆさんのご自分の見え方をね、ちょっと変えてみたり、まゆさんの個性をね、出せる演出をね、考えてみて表現してみるっていうことにね、チャレンジしてください。そしたらね、すごくうまくいきそうです。同性であったり、目上の方、年下の方、いろんなお出会いが訪れるチャンスが来ています。はい、応援しています。続きまして、かおりさん、ありがとうございます。オーラとメッセージですね。色味がね、すごく薄い、最も薄い黄色ですね。自分に対してね、いろんな経験からちょっと力を抜くとか、楽観的に生きていく大切さっていうのをね、ご存知のね、すごく優しくて強いものをご自身で味わってる方でね、素晴らしいと思いますが、人に対してもちょっと楽観的なところはね、少し相手の方がね、配慮がもうちょっと欲しいなと思われることがあるかと思いますので、人に対してはね、少し細かい部分、配慮をね、していってください。
応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。それではいかがでしょうか。じゃあ固まってるようなので私が行きます。はい、ごめんなさい、メロリンさんに、ヒーリング依頼いただきましたのでやらせていただきます。ちょっと4歳の娘さんにヒーリングをということだったので、カード引いてみました。恐れを認め受け入れるっていうカード、こちらと、願いをかけましょうというカード、そして、ポロッと落ちてきたのが新しい冒険、新しいチャレンジというカード出てきました。どういう状況に野菜のお嬢さんがなってるかわからないんですけども、恐れを認めてあげて、恐れっていうかね、今の状況を認めてあげて、ぜひ、さらにね楽しく人生を送れるっていう要塞、そして、さらに何になりたいか、こんなになりたい、あんなになりたいっていうのを一緒にお母さんと一緒にお話ししてあげることで、なんか、そっちにエネルギーが向いていい感じになるよっていうことが来てます。ヒーリングさせていただきます。スクローカカルテケルテケルトラタルスケスラルテラケルティールスルバーカカオルタルカイケケルタカルタカルスタルテキカスタイエルカカスレイラスラカカイステルタホーディヘイ。お母さんと一緒にイメージの中で遊んでください。虹がかかっているところでブランコして遊んでるよとか、砂場で、山を作ってトンネル作ってなんか、水を流して遊んでるとか、実際にやるのではなくイメージの中で寝る前とかにね、お子さんと一緒にお話をして、綺麗だね、すごい素敵な虹がかかってるね、なんてお話をしてください。そうするととても安心してゆっくりと眠りにつけるということが来ています。ありがとうございます。はい、お返しします。お姉さんたちいかがでしょうか。はい、じゃあふみやちゃんに行きましょう。はい、できてはいます。はい、OK です。いいですか。はい、どうぞ。はい、こまりさん、好きな人ができました、好きな人がいます、アドバイスくださいということでいただいてます。こまりさんね、すごく今ね、インスピレーションが降りてくるっていうね、宝の色金をなさっているんですね。すごくね、行動することによって変化へとね向かうエネルギーがね充満されています。だからね、羽ばたけると思うんですね。ただプロセスをね急がずに、コマリンさんの心をね、ちょっと沈めてチャンスをね待ちましょう。チャンスはねすごく大事なんですね。好機の時、タイミングね、いい時を見計らって相手をちょっと見て、相手を知っていくこと、じっくり相手を見ながら自身も見ながら仕掛けていく時期にあるので、急がずに少し冷静になって、大きなね、彼という魚、彼女という魚が釣れますよ。応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。大きな魚、彼という魚、彼女という魚。一本釣りしてください。いいですね。はい、いかがでしょうか。本当ね、9月に、今日8月最後ということでね、夏休みの宿題に追われてる人もいるのかな。はい、ゆつきさんお願いします。はい、ちょっとカメラ切り替えていきますので。ありがとうございます。はい、どうぞ。えみえみさん、ありがとうございます。はい、子供も独立して何か宝物をなくしたようなこの頃です。これからの生き方について教えてくださいということでいただいています。もうこの春に独立されて離れていかはったのかもしれませんけれども、えみえみさんの人生のテーマとしてはですね、結構のめり込みやすかったりとか、感情が激しく出やすかったりとかってするところがちょっとあるみたいなので、今子供さんが離れた、もういないっていうのにぐっとちょっと気持ちがいってしまってるのかもしれないなと思いました。なのでちょっとそこに気持ちがいくのはもう仕方のないことなんですけれども、
ちょっとね、趣味とか好きなこととか何か別のところにちょっとこう目をね、まあ、そらすじゃないですけど視点を変えるようにして、楽しくちょっと毎日を過ごすようなことをちょっと頭に置かれるといいかなと思います。それでちょっとえみえみさんの場合は今年からちょっと環境が変わったのかなと思ったので今年の誕生日から1年の見たんですが見た時にですねえみえみさんがその子供さんに対して子供さんのことをすごい大切に思ってらっしゃると思うんですけれども子供さんのハートと自分のハートがこうすごいこう結びついてるんだ結びずっと結びついてるっていうことを心でこう願うじゃないですけどずっとこう思うことがすごく大切な一年になります。それはそのさっき言ったこうガーッとのめり込んだりとか変に思ったりとか心配したりとかすることではなくていつも私の心にはあの子がいるんだってなんとなく心に置くそういう感じの一年にされるといいと思います。家族との心の連帯を図る一年にもなるのでまあ、時々電話でね元気にしてるとか何かこう荷物を送ってあげたりだとかそういうなんかさりげないことをしてあげてすると子どもさんもちょっとこう喜ばれるんじゃないのかなと思います。なのでこの1年はそんな感じでちょっと心に留めてご自分はその音楽を聞かれたりとかねこの1年はダンスをちょっと興味持ってされるとかそういうなんかリズム系をすると結構乗りやすくなるみたいなのでそちらの方をちょっとトライされるといいかもしれないですね。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱねリズム系体を動かすっていいですよね。はい、そうですね、うん、体を動かすとねそこからとどまってた体の中の流れとかエネルギーがね動き出すので、うん、ぜひあそうそうそう、うん、です ね, ね動いたりウォーキングしたりとかウォーキングしながらちょっと手をだんだん大きく上げてみるとかね全然周りの人の遠慮はいらないのでやっちゃってください、はい、いかがでしょうか。ふみやさんいきますか、はい、あんこさんいきますか、うん、どっちでもどっちでもじゃあ行っとこうかな私、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、花さん、はい、私の過去性から今の生き方仕事などに影響はありますか。仕事のことを見てもらいたいのですがよろしくお願いします。本来の花さんは本当に心の優しい持ち方ですねって優しい心の持ち主ですねって、まあ、ただこう結構強がりすることはないですか。もっと人に甘えていいんですよっていうことなんですけれども過去生では中国の書道家でした。とてもこだわりが強い方でね、はい、全て一人でやり遂げたいというかね妥協がないっていうところで本当は全部一人でやりたいっていう気持ちだったんだけれども人にうまく自分の意向を伝えるのが苦手、まあ、言ったら人にコミュニケーション取るの、まあ、ちょっとこう強がり言ったりとかね、優しい気持ちを隠したりとかっていうのでちょっと苦手なのかな。で、あなたはだけどねあなたは好きなように生きてくださいねってあなたがいいなっていう本当に無理をしないであなたの心に正直に好きなように生きてくださいね。そうするとねあなたを理解しようとしてくれる人に恵まれますよって、あなたの良さをねちゃんとね理解しようとする人がねあなたのそばに集まってきますよっていうことです。はい、ありがとうございます。みきのです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあふみやさんいきますか。はい、生放送でございます。はい、はい、お願いします。ちいさん、ね、先週ですかね、先日今チャンスと言われたんですがということでもっと詳しく知りたいということでオーラ鑑定とメッセージいただいてます。ありがとうございます。ね、ちいさんねオレンジでねすごくねちょっと驚くことが起こったって言ってあるんですけどねご自分でねもっとウキウキウハウハになっていいと思います。すごくねご自分が
ちょっと大丈夫かなと思う以上に、あの異性にねモテるオーラに恵まれています。確認不足でミスさえ起こさなければあの配慮もね得意な方なんで、そこさえ間違わなければあの今の関係はどんどんね良くなっていきますよ。応援しています。思わぬことが起こりますね。本当に今日明日何が起こるかわからないんでね、皆さん楽しみですね。そしてミサさん、ミサさんも ありがとうございます。ですね、この間の鑑定でね、あの魂 の, あのパートナーっていうことで聞いてくださってるのかなと思うんですが、あのミサさん自身がね魂がどんどんねあの輝かれています。だからね、あのミサさんに近いエネルギーの工事とつながりやすい神秘的な相手がね舞い降りてきますよ。あの今なさっているご自身のねことを磨き続けることを大切に続けてくださいね。具体的に言うと、あの計画中のことはね最後までやり遂げる。まず自分を見つめながらパートナーを待つ、本当のパートナーを探す、あの見つける目を養ってください。集中してね取り掛かる時期がね今まさにやってきています。今から努力を毎日続けることによってね達成できます。情報もしっかり集めて、あの具体的なことを取り組んでいることも進めていくことが全体のバランスが良くなります。応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ゆつきさんちょっと待ってくださいね。はい、はい、カメラ切り替えます。よいしょ。はい、どうぞ。はい、みちさんありがとうございます。人生のテーマを教えてくださいということで見させていただきました。さんはですね、すごくあの抜群に器用で仕事がすごくあのできる方だと思いますけれども、あのご自身のねその世界観が結構すごく強くて、あの人とあのぶつかる傾向もあの持ってらっしゃるんですよね。で、あのなのでこうなんていうかな、こう自分をこう出すばかりではなくて、あの自分と相手はやっぱ違うところがあるんだっていうことを、互いのその違いを尊重するっていう姿勢を持ってあの接していただけると、あのぶつかることもだいぶ減るんじゃないのかなと思います。で、あの許すっていうことですね、そういうのも大事にしていただきたいのと、あとはそのあの地道にこうコツコツ努力されてるところで、その思い描くビジョンがその時々でこう徐々に形になっていくっていうところを楽しまれると、あのしんどいしんどいだけじゃなくいいかなと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一回私入らせていただきます。サンディさんにいただきました。カノンさんこんばんは。最近体の左側が不調です。昨日は胸のあたりに痛みがありましたが、何が原因ですか？原因があれば教えてください。ボイスヒーリングお願いしてもいいですか？いいです、ということでね、私がやってるヒプノセラピーなんかでは、左側っていうのは過去や過去性のことって言われてます。で、右側は今現在への、症状があると出てくるって言われてますね。で、特に胸のあたりだったりすると悲しかったこととか、そういうことを止めてませんか？今現在じゃなくて、ちょっとそういえば悲しいことあったなって、今悲しいことにフォーカスしてみると、そこの悲しかった時、今は忘れているんだけど、悲しかった時はピンってあのフラグを立ててくるんですね。そこが思い浮かんだら、そこに向かって、ヒーリングをしていくって感じです。自分で、手をそこの痛かった部分に手を当ててみてください。そしてカードを引いたら、風通しを良くしましょうっていうのと、本気モードになりましょうっていうのと、体を動かしましょうね。さっきも言ってたけども、そういうカード出てきてます。まずはその痛かった部分にちょっと手を当ててください。ボイスヒーリングします。なんか小さかった時、
幼稚園とかそのぐらいのみんながお遊戯してる時に、自分が何かちょっとしたことで抜け物になったというか、あなたはあっちに行ってなさいみたいな、少しペロッとなことを言われたような思いありませんか？そこの時に、って胸を痛めたようなことない方でしょうか？ちょっとその時を思い出して自分でも手を当てて、その手から出てくる温かいエネルギーを自分自身に流してあげてください。ありがとうございます。はい、お返しします。いかがでしょうか？止まっていた。じゃあ、私行きます。いいのかな？いいのかな？いいですか？どうぞ。あ、どうも。じゃあ続けてパールさんにさせていただきます。ヒーリングをしてくださいってことだったので、カードから引いていきましょう。ペン、本気モードになりましょう。あ、ぶっ飛びすぎ。はい、変化の訪れ、変化きます。そして食べ物を選びましょう。そこからのボイスヒーリングさせていただきます。アスカークカシールトラトラエセイカカールトラトラトリティケールトラヘアトラクカクトラトラエセバールトコケールティティ食べ物を選ぶとき、これでいいやじゃなくて、これがいいや、私今これが食べたいのっていう、本気モードになりましょう。そこかな。食べ物を選ぶときにね、これでいいや、まあこれでいいか、時間ないしとかで選ぶんではなく、これが私にとって今最高の食べ物と思って口に入れてあげましょう。そのことによって、その細胞くんたちも喜んで体にちゃんと、いい状態持ってきてくれます。私も今、あ、同じだなと思って、はい、自分へのメッセージもあったので、パールさん、ぜひ変化が来るので、その、ね、この季節の変わり目という、今度夏から秋に行くという変化していく時、体にちょっとね、変調とか来るかもしれないので、そんな時美味しいものを食べて自分の幸せモードいっぱいにしてあげてください。それが本気モードです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。お姉様たちいかがでしょうか？いいですか？はい、じゃあ、あんこさんお願いします。はい、じゃあ、りょんりょんさん。はい、あんこさんこんばんは。下の子は、知的、遅れがあります。良き出会いをいただいて明るく元気に過ごしています。子供に過去生からのメッセージをいただけますか？お子さん、たちは本当にあなたに真の喜びを教えてくださる方です。そしてあなたの喜びをいつも心から一緒に喜んでくださっています。はい、過去生でその、お子さんですね。はい、アメリカ の、 農業を営む青年でした。はい、とても立派な体と、まあ、本当に健康的な体を持って自信満々の、そういう青年でした。ところが、まあ、お姉さんが言ったらその、方を育てて、くださってたんですけれども、まあ、お母様が私病弱とかで、お姉さんがこうあなた、多分そのお姉さんという方があなたかなと思うんですけれども、一生懸命その青年を育ててくれてたんですが、ある日こうちょっと病気で、倒れてしまったっていう時に、まあ、その青年が自分がやはりこう身代わりになってでもっていうかね、そういう気持ちで、一心にね、あなたのことを思って、介護して看病していましたよっていうことで、今度はそのお姉さんが本当にあなたに、青年に悪い悪いっていう風にごめんなさいっていう風に、ずっとしてたんだけれども、そうじゃないよって本当にそういうものじゃないよっていうかね、幸せだよって楽しいよって愛してるよっていう、そういう気持ちで今回あなたの子供さんとして生まれてきましたよっていうことです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、例えば数字を書く場合はこのチャットシステムは半角文字だけしか有効にならないって、全角で書いてしまうと、横棒になってしまって全部漢字の1とか思ってしまうので、ぜひ半角ですよね、半角で
書いていただけると、ちゃんとつながるかなと思います。そして、この番組では寄付をしていただいたら嬉しいなと思っています。上の方に寄付の、ところ上の今グルちゃんかっちゃんかのんちゃんっていうのと週末もいらっしゃいっていう金曜日の上のところにですね寄付ドネーションというのがあります。そこをポチッとすると寄付する口座が、新たなものになっておりますので、よかったら、私たちが活動より活動しやすかったり取材行ったりとかねいろいろしやすいお金になりますので、お気持ちの方入れていただければと思います。さあ、はい、お待たせしました。じゃあゆつきさん行きましょうか。はい、ジュオさんいいですかね。ジュオさんありがとうございます。こちらテーマということで、今の職場は卒業した方がいい気がしていまして、来年4月から新しい場所で新しい仕事をしたいと思っていますがいかがでしょうかということでいただきました。ジュオさんのお誕生日からお誕生日、その4月は超えますけれども5月なので、ちょうどねこの1年っていうのは転職の機会が訪れることがあるっていうことが出てます。で、古いものを捨てて新しいものを取り込むっていうこと自体が運気がどんどん上がっていくことにつながりますので、だから仕事とかね家庭とかその人間関係もこうガラッと変える時期に入っていらっしゃいますので、新しい、まあ、今のところ卒業してって書かれてるようにいいところがね見つかったらその転職をされることをお勧めします。で、新しい人間関係ってさっき言いましたけれども、新しい友達を作ってみるとかもう自分の中でもガラッと改革していくようなイメージで言ってください。で、どうしてもねそういうふうに進もうと思うとちょっと力みがちになっちゃうんですけれども、体と心の力はね抜いてリラックスした感じで自然体でね新しい方に向かっていかれるといいかと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。ねねっつってふみやちゃんを見てる私がはい、ありがとうございます。はい、じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、ミュウさんありがとうございます。オーラとメッセージっていうことなんですが、すごくね強くてしっかりした黄色ですね。ちょっとね突っ走りすぎているところはね程よく調整して自分でちょっとキュッとブレーキを踏んでいただきたいですね。そして整えることによってミュウさんはねムードを捉える名人なんですね。例えば仕事に取り組んだら大変活躍できる方です。うまくブレーキを踏むということがすごく元気はいいんですけどね、ちょっとクールダウンして進めていくといろんなことがうまくいきます。応援しています。続きまして真由さん、何度もすみません。ふみやさん、私は人一倍嫉妬心が強く、その邪念によっていつも自分が苦しいです。悪いものに疲れやすい気もします。オーラも悪いものになってそうで怖いです。オーラやメッセージを知りたいですということですが、ありがとうございます。オーラね、悪いものにはなっていません。赤紫ですね。まず悪いものに取り憑かれてもね、取り憑かれてしまったと思った場合は拒否せずにね、そう私のとこに来たのねと思って、ただそこで自然とねどいていただくように、ご自身が寂しいのねしんどいのねっていうのにね同情しすぎないことが大切です。そこでね私は同情しませんと心で唱えていくと低級霊もねついてこないので、ご自身で対処ができることです。他人にね自分をね隠してしまう、人を優先して優しすぎるところがあるのでね、自分よりも他人を優先しすぎているような感じもします。本心を隠して気疲れがね強く出ていますね。思い切ったね発散をしてくださいね。これが一番言いたいことなんですがね、例えばね、嫉妬でね苦しんで OK です。嫉妬で苦しむことはね愛してるっていうことです。
感じるっていうことなんでね、嫉妬は本当の愛の証とも言えます。例えば恋愛はね、一つ の彼の眼差しにね、彼と眼差しをね交わすことによってね、全てがバラ色になるかのようにね、素晴らしいものです。それと逆の気持ちももちろん現れて当然です。誰かを愛することで魂がね、まゆさんはもうその暗いオーラに包まれてるとかではなくて、嫉妬も受け入れることが大切ですね。愛することによって、嫉妬することによって、ご自分はすごくね磨かれて成長なさっているということを今日ね今確認してもらえたかなと思います。受け入れてください。応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。嫉妬ありますよねなんかそれも恋してるって感じでいいじゃないですか。うんうん、そんな時代もあったねとみたいないやいや今でもありますよあいつは何してんだみたいなねうん、まあね、だって女の子だもんみたいな感じでしょうかはい、あんこさんいきますか。いいですか。お願いします、はい。じゃあ猫子さんなんですけれども、はい、あんこさんこんばんは、主人との過去性からの関係やメッセージをお願いしますということで、はい、そうですね、猫子さんがまるでジャンヌ・ダルクのように、女性ということを隠して、戦士として戦っていました、その時の、まあ言ったら同志でとても気の合う友人、まあ、あなたは、その、彼に恋心を持ってたんだけれども、まあどうしても自分が女性だということは言えない状況だったので、その時は、まあ泣く泣くこう友達として付き合ってたということなんですけれども、今世はあなたはもう女性です、本当に女性らしく振る舞っていいんですよって、で、いっぱいそのご主人に甘えていいんですよって、ちょっとね甘えるのがねちょっと苦手かなかもわからないんだけれども、できるだけねそのご主人に、甘えることができるように、ちょっとまあちょっとレッスンして、まあ見えないところでいいのでね、なんかご主人に優しい言葉をかけたりとかね、そういうレッスンしながらね、こうちょっとどんどん甘えていくといいですよっていうことです。はい、もう一人いいですかね。はい、はい、ゆうこさん、あんこさんこんばんは、過去生からのメッセージをお願いしますということで、ゆうこさんの過去生はね、森の中の少女、羽の生えた妖精といつも仲良く遊んでいましたよって、やがてねあなたはね空を飛び、奇跡を行うことができていました。それはとても危険な行為なので、あなたは、ごくごくそれは森の中で秘めたところだけそういうことしていましたよっていうことでね、とてもね、その、自分の才能、そういった才能をね出すのがね、危険なそういう時期をねあなたがね乗り越えてきましたよっていうことですから、今世はあなたのそういう奇跡的な才能であったりとかを発揮してもいいですよっていうことです。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございますね、新月っていつでしたっけ。明日です。明日ですね。明日ですね、うん、いいですね。あ、9月1日の新月、うん、そして防災の日、家族はいいか。そう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 なんですね。はい、じゃあちょっとやらせていただきますね。私いきます。モカさん、ありがとうございます。モカさんカードを引かせていただきました。体を動かしましょう。そして計画の見直しをしましょう。笑いましょう。計画の見直し、ぜひ、ね、今まで立ててきたもの、明日9月1日だしね、新月ってね今確認したのでですね、ちょうど見直しのいい時期です。そして笑う方への、道をね作っていくっていう計画を立てていく、楽しい方へ、うふふでもいいし、でもいいし、あーでもいいし、そんな笑えるような計画をね立てられていったらいいかなと思います。ヒーリングさせていただきます。自分で、
ね、声出してみて自分がびっくりしたんだけどすごい大きい声になっててびっくりしたんだけどあれこんなだっけみたいな、あのそれってモカさんがすごく溜めてたものが出てくるってことなので、今まで、いろんな心配とかあったのかな、なんかそれが溜めてたのがバーッと解放されて、弾けちゃうよみたいな時期になっていくのかなと思います。なのでぜひ安心して、もう、嵐は過ぎ去ったっていう感覚かな、うん、そして新月で新たな願いをというかね、計画ですね、願いをかけるってなると、なんか願いっていうと、うーん、叶うかな、大丈夫かなみたいな感じになってしまうけど、計画だとそれの通りなんですね。品川から東京駅に行くか横浜に行くか、どっちに行くかはちゃんと切符を買うわけでしょ。なので計画でそうするっていうことを決めちゃってください。そして笑うっていうことを決めてください。ぜひね、明日は私小橋アルさんと一緒に番組させていただくので笑いましょうはい、ありがとうございます。では次いかがでしょうか、どなたか。はい、はい、じゃあゆつきさん行きましょう。カメラ変えるので待っててね。はい、どうぞ。はい、はい、OK です。リリさんありがとうございます。はじめまして。今年のテーマをお願いしますということでいただきました。リリさんは、12月生まれなので、今年って言ってもちょっとあと4ヶ月もあるかないかぐらいなんですけど、 あえて今年を読ませていただきました。もしそれやったら次が良かったわって思われるんだったらまたしますのでその時にご依頼くださいで、今年のこのこれ4ヶ月なんですけど、ちょっと今年はしんどかったんじゃないのかなと思います。逆境のところにちょっとね入っていらっしゃるので、なかなか思い通りに物事が進まなかったりしたんじゃないのかなと思います。でもね、運っていうのはずっといいとかずっと悪いっていうのは基本ないので、やっぱり波があるんですよね。だから今はちょっとしんどい時期だなと思って、その時が過ぎるのをちょっと待つぐらいのね気持ちでいらっしゃった方がいいと思います。で、あとまあ4ヶ月なんですけれども、強引にね物事を進めない方がいいですし、一歩こう退いて今の状況をこう守るっていうことを頭に置かれるといいと思います。終わりよければ全てよしみたいな、一日の終わりをねそう思って、まあ、今日はそんななかったからいっかぐらいの気持ちでいらっしゃるといいかなと思います。でそんな中でもなんかこう時にはまあうまくいったりすることもあると思うんですけれども、そういう時ちょっとこう謙虚さを忘れてしまったりだとか、ちょっと天狗になっちゃったりだとすると、あんまりね悪い方に行っちゃうので、謙虚さをちょっと忘れないようにしてくださいっていう感じですね。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではいかがでしょうか。いつきさんはいっぱいお客様がもう入ってんのかな、残りですか、うん、私ですか、うん、できたら私今生年月日書いたけど、はい、あ、そうなんですか、はい、わかりました。あんこさんすごいいいな、ちょっとまあそろそろ誕生日やし、ちょっと見てもらったら嬉しいかな。あ、そっか今度の誕生日から1年にしましょうか。はい、すぐ誕生日だったら、はい、わかりました。いつですか、はい、あんこさん。じゃあ今年ですね、そう1年ですね。なんかいろいろ、わかりました。いっぱいいっぱいな気もするしわかりました。はい、あんこさんもお一人いらっしゃるので、その方の次でいいですかね。あ、もちろんもちろん、全然はい、来週でも再来週でも大丈夫です空いてる時でそれは大丈夫です。今日できると思います。はい、いいですね。すいません、ちょっとお願いしちゃったわ。チャットを読んであげたいとこですけど録画に残さないように読まないですそうだよね、あんこちゃんちゃんと言っちゃうもんね。そう、全然平気、ね、私なんかいつまでも28歳つってるのにねあ、そうか、そうそう、あ、まあそうね、うん、今年だったらあれですよ、年いらないですよ
あ、そうなんや。はい、あの今年だけだったら、人生だったらちょっと入れますけれど、今年だけだったら。そうなんですね。あ、変えちゃった。人生に変えてしまったけど。変えてなかった。皆さんそうらしい。そうですか。わかりました。皆さん、あの念はいらないらしい。念はいらないねんってやつですね。念はいらないです。いや、あの変えてもらってもいいですけど、どっちでも。うん、もう変えちゃったから、これ消されてる。はい。わかります。見ますね、後でね。はい、ありがとうございます。さあ、はい、今日はね、チャットの方でもね、いろんな方参加されてるので、もう一回伝えていきましょうかね。チャットの方は、関東からアプリコットブレイさんがいらっしゃるんですよね。だけどね、で、浅野めぐみさん、あなたの深い部分、魂からのメッセージです。で、関西からアントンさんが、あなたがワクワクして生き生きと輝くためのメッセージ。関西からひらみさんが、今のあなたにできること。それから、アメタマさんが、関東からですね、アメタマさんがリーディングで、皆様がお幸せになるために今必要なメッセージ。そして北海道からリラさん、愛と自由のチャネリングメッセージを、伝えてくださってますので、そちらの方もリクエストしてみてください。はい、では、スカイプの方の放送の方のお姉さま方はいかがでしょうか。はい、じゃあ言ってどうぞ。いいですかね。はい、どうぞ。はい、プニプニほっぺさん、ありがとうございます。生きやすくなるためのアドバイスをお願いしますっていうことで、人生のテーマを見せていただきました。プニプニほっぺさんは、なんていうかな、受け身だとか、こう控えめだとか、そういうあの姿勢でいましょうっていうところに入ってらっしゃるので、もしかしたらちょっとこうガンガン積極的に前にこう行くあの形をとってらっしゃるのかなと思いましたけど、いかがでしょうか。あのプニプニほっぺさんは、そうですね、こうどっしり構えてですね、こういう感じで、あの受け身の姿勢がもう一番合ってらっしゃいますね。で、そういう風にいると、あの自己主張がないとか、自分がないって思われるんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、あの周りから見るとね、あのそっちの方がこう安定感があるように見えて、かえってその信頼感が増すみたいなところがあるので、あまりこう動かないでどっしりされてる方がいいと思います。で、あの表にもしかしたら出たいのにって思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、こう華やかなところでご活躍されるよりは、裏方の方がご自分の力をあの発揮できると思います。なので、あのちょっとね、聞くとね、あのおとなしくて物足りんわって思うかもしれないんですけれども、あのこの方があのプニプニほっぺさんには合ってらっしゃると思いますので、ちょっとね、あの人を包んであげるとか、そういう方向でちょっとあの方向転換されると生きやすくなるかもしれないと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、あ、ございますか。いいですか。はい、はい、あの、めぐみ、1017番ですね。はい、あの、向いている仕事と結婚する時期を見てほしいです。特に彼氏もいませんし、今の仕事も辞めようかなと迷っています。まあ、あのあなた自身が、とてもね、心がねクリアでね、まあ、繊細で、まあ、傷つきやすいっていうところがあるかもわからないんですけど、はい、彼氏はあなたがあなたらしく生きている時にあのはっきりと見えてきます。今ひょっとしたらあの自分をこう作ってるようなっていうか、あの自分のやりたいことを我慢してるような、そんな感じでちょっと息苦しくなってきて、お仕事も辞めようかなっていうふうに思ってるようにあの見えるんですけれども、まあ、あのお仕事を辞めるっていうか、あのその殻を脱ぐっていうか、そういうことをしたいなと思ってるようなんですけどね。はい、あのあなたが
自分らしく生きていくため の, 資金作りのための仕事っていうことで、するのはいいかもわからないんですけれども、その、仕事によって自分自身を、変えてしまうっていうようなことがね、あるとしんどいですよね。もしそういうふうにしないとそのお仕事が務まらないんだったら、あなたが今思うようにやめてみるといいですよね。そして、抜くお仕事っていうのは、まず、あなたはこう本当に少し繊細なところがあるんでね、まあ、でも女性の相手のね、そう、なんていうかな、アクセサリーじゃないけど、インテリアショップみたいな感じかな。そういったところで、あなたの、美的センスをね、活かせるような、そういったところがいいんじゃないですかっていうことです。はい、以上です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ふみやさん、いけますか？はい。はい、ちょっと待っててください。はい、どうぞ。はい、すいません、お待たせしてます。ですね、すいません、お名前がわからないんですね、ごめんなさい。ご主人との中でね、大切なことをよろしくお願いしますっていただいてる方です。お名前わかってないですが、ちゃんとエネルギー会話していただきましたので鑑定しました。まず大切なこと、ご主人はね、愛することを恐れないでください。ご主人もね、不器用ですが、あなたを本当に思って愛しています。今まであなたがね、してくれたことを、頑張ってくれたことをよくね、昨日のことのようにすごく覚えていらっしゃいます。今もね、全くね、ご主人が見てないって感じている時もあるでしょうが、そんなことは全然ありませんよ。よく見てくれています。笑顔を忘れないでください。ただね、あなたの笑顔をたくさん見せてあげてください。以上です。はい、ありがとうございます。いいですか？ちょっと待ってくださいね。あ、はい、はい、どうぞ。あ、すいません、もかさん、先日ね、ちょっとヒップの受けてくださったんですけれども、なんか楽しいことっていうのかな、そういったことにどんどんこう意識をね、向けていって、毎日楽しいことをして、よかったよかったっていうことでね、してもらっているということでね、なんかいいアドバイスをいただいてありがとうございますって言っていただいて、こちらこそ本当にありがとうございますっていうことでした。はいはい、そうね、はい、以上です、はい、はい、ありがとうございますね。こうやって感想を書いていただけると、私たちも励みになるのでとても嬉しいですね。変化があったとかね、前にもお申し込みいただいてね、そして実践していただいて、ちゃんとね、聞いただけではなく、そうかって腑に落としていただいて、またね、こうなってきたよみたいなことをね、伝えていただくとすごく励みになるので、ありがとうございます。ね、うん、さあ、そして私やらせていただきます。じゃあ、こまりさん、かのんさん、とても緊張と不安体質なのですが、昨夜の台風でのスマホの警報やサイレンの音でドキドキがあります。ヒーリングお願いしますといただきましたね。北海道から、登別の方からということでね、ほんとね、で、そういう時ってね、緊急のブブブブブっていうのが来たりとかしてね、ドキッとしちゃうので、タオルでくるんどくとかね、ちょっとほんと音被害って後に残ったりとかしやすいので、自分でできること、もう去ってったらもうね、またあとは復興していく、再構築していくっていうかね、それだけなので、ぜひ自分の心が安らかになる居場所に、その空間してあげてください。この間ね、9月の15日に私、岩崎さんっていう人と千葉さんという方と一緒に放送したんだけど、この空間を良いものにするっていうのがあって、本当この空間にありがとう、この空間の先輩隊たち、いろんなのがいるんで、にありがとう、大好きだよ、ありがとう、この空間素敵にしてくれてありがとうって感謝を言うんですね。そうすると自分に力がグッと入るんだけど、この空間やだ、こんな状況やだやだ、こんなとこ嫌いって言ってると、すごい力が抜けて、近反射とかがね、
オーリングとかがベンって開いちゃう。でも愛してるよありがとう、いつも私にこの素敵な場所を提供してくれるこの空間地球さんありがとうみたいにするとグッってこれがね取れなくなったりとかするんで、心配するのもどうしてもね、そういう状況だとあるけども、その中で自分の安らかな場所絶対あるはずなので探してあげてください。こうやってねマッサージするんだって緊張ねだったりとか冷えを取ったりとかねするものだったりするので、自分の体を自分でいたわるということ、愛を伝えてみてください。そしてでカード引いたら思いを伝えましょうということと、エネルギーの浄化ね、本当エネルギーの浄化が起こってるってことですよね。で楽観的になろうっていう今のメッセージそのまんまでございますので、ボイスヒーリングさせていただきます。スクネカカルトイトイチスカルトシクルトアトルトカルトイケルサイティケルトイチスラウディエルコルトアコスティルトラコルトルタイディ、縮こまってね体育座りっていうかこうちっちゃくなってる感じにしていないで、ちょっとね大の字になって寝てみるとかね、夜寝るとき何か姿勢をいつもと今やってた姿勢をちょっと変えて開くという方をやってみませんか。伸び伸びさせてあげることでね、伸び伸びの状況がやってくるっていうかな、自分でその大丈夫かな大丈夫かなっていうのを考えてると、大丈夫かな大丈夫だなかなっていう状況がやってきてしまうので、大丈夫だ大丈夫だ、だってこの空間私の空間素敵な空間だもんっていう風にシフトしていってください。ぜひ楽観的にねなってみてください。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、あ、じゃあいいですか。はい、お願いします。はい、ジュオさん、あんこさんこんばんは。私の守護霊さんも過去生の誰かなんですかっていうことなんですけれども、過去生のその、もう意識でもあるんですけども、同じように守護してくださってますよ。はい、で、今見せてもらったら、あなたの過去生の中にこう仙人のようなね、そういった力を持ったおじいさんのような方がいらっしゃいまして、あなたのそばでね、その方もあなたにいろいろなこう H っていうんですかね、知識をね与えていますよって、サポートしてますよっていうことでね、食に関してであったりとか、生活の仕方に関してあなたにその方はアドバイスしていますよっていうことです。はい、私たち の, 守護で守護神またガイドっていう方たちは何万っていうね数がいるっていうふうに言われてるんですけど、私の中ではで自分に私は今からこう鑑定団をしようと思えば、鑑定団に適したガイドがやってきて、これからお料理をしようと思えばお料理に適したガイドがやってきてっていう感じで、私がまずこうしようと思うと後ろがある程度ガラッと変わるっていうこともありますので、はい、まずリーダーは私たち、生きている人間っていうことだそうです。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当ね、例えば絵描くときとかは絵の人だったりとかね、なんか歌う人だったりすると歌う人だったりとかねするので、ぜひ美容室行くときは美の女神様かなんかに来てもらってね、今日切るから綺麗にしてくれるエネルギー流しといてねみたいなねやったりする。本当気軽にね声かけてあげるとねいいですよね。じゃあそんなことで言っちゃいけないかななんて日本人って結構思いがちだったりするんだけど、ね、海外の人はいつでもアメリカの人とかね、見返るお願いみたいなねそういうの、いつもそこにいるという体でね、いつもそこにいますから、全てのとこにいるので、人のとこいるから私のとこ来ないとかそういうことないので大丈夫です。声かけてみてください。そうすると喜ぶからね、そういう存在だけもね、私たちが意識向けるだけでいつでもつながることができるから、そう孫悟空のようにこう手のひらの中にいるような感じでマンマンっていう人数の方が一斉に呼び出しても「はい」って感じですよね。大丈夫なのでぜひ、はい、また声をかけられないと彼らは仕事できないとかね、そういう言われもしてたりもするので、
動かしてあげてください。そうそうそう、ね、はい、じゃあゆつきさん、ね、はい、じゃあゆつきさんお願いします。はい、はい、コロさんありがとうございます。人生のテーマをお願いしますということでいただきました。コロさんはですね、ちょっと人に厳しすぎるのかもしれません。すごいねプロ意識が高いので、ものすごくお仕事ができるので、目も厳しめになっちゃうんでしょうね。なのでちょっといろんな人にピシッとやってしまうみたいなんですけれども、ちょっとね寛容になってあげてください。ちょっとこうピシッとなるとちょっと怒りみたいなのも出てちょっとピリピリしたところがあると思うんですけれども、怒りがあるとね全てを失いがちのところにちょっと入ってらっしゃるし、肉親が最悪の場合離れてしまったりとかする可能性もあるので、なるべく穏やかにあんまりこうピリピリイライラしないようにしてください。で、SNS とか使われてるのであれば、その炎上とかにもちょっと注意が必要だと思います。なので怒りっていうことを抑えるっていうことがテーマになるかと思いますので、そちらを気をつけてみてください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり怒りだったりとかね、で自己嫌悪になってしまうと一番波動が低いものになってしまうので、出しちゃいけないっていうんじゃなくて、うん、出してもいいけどそれを長持ちさせないっていうことですね。感情解放は大事なので、出してもらいたいですけども、それをいろんなもののせいにしないっていうかね、せいにしてもいいんだけどそれやっぱ長持ちさせないってことかな、それが大事かなと思います。はい、ふみやさんできましたかね。ふみやさんいきましょうか。はい、お願いします。はい、はいはい、プニプニほっぺさんありがとうございます。オーラとメッセージをいただいています。今日はね2つはっきり分かれてらっしゃる方が初めてなんですね。赤と紫がねオーラってぼんやりね中間色とかも絶対あるのに、結構ねはっきり分かりやすく、まるでオーラのコンピューターありますよね、機械、あのように出ていらっしゃるんですね。メッセージとしては言葉を大切に使ってっていうことです。人間としてね魅惑の力がね本来あるのに、なかなか表現がうまくできてらっしゃらないプニプニほっぺさんですね。恐れずね言葉にしていきましょう。励ましたりねすごい力をお持ちなんで、どんどんね交流することによってプニプニほっぺさんによって力をもらって前に進めるっていう方がたくさん待っています。とても力のある方なんで、ご自身のことはもう十分ねできてらっしゃるバランスなんで、あふれ出るほどの力を持ちなんで、与えていくことをしてはいかがでしょうか。そしてティラミスさん、ちょっとね感じていったんですけども、彼とのことでねループからなかなか抜け出せない、なかなか会えない、コミュニケーションが取れてないと思うんですがね、彼もティラミスさんと、ね、同じようにティラミスさんが彼とのことでループから抜け出せないように、彼自身も仕事のことからループから抜け出せないようでいるようです。周りの期待に応えようとね笑顔をサービスする彼はすごく疲れていて、ティラミスさんなら許してくれると甘えています。これでね2人の関係が終わるほど簡単な仲ではありません。必ず連絡はあります。その間がねすごく揺れ動いてしんどくなると思うんですが、何かをしてあげたいってね彼に対してすごく強くなっていますね。そしてティラミスさんは彼に見返りを求めていないです。そしてどんどんね深い愛情へとつながっていっているんですね。なんかね誰とも交わらずに孤独を愛してね自分で生きていくっていうのもあれですが、それはね2人の関係には見えていません。それはすごく寂しいものですのでね、これからどんどんなんていうのかな、すぐに返ってこないリアクションが返ってこない中っていうのは続きます。それは辛いことですがね、
相手を今ずっと思い続けてエネルギーを送っていることによって2人の関係は育まれていますので、自信を持ってください。応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあいいですか。はい、ちょっと待ってください。はい、どうぞ。はい、マリコンさん、なんかね、先ほど気がついてもらってないかもしれないので、もう一度鑑定お願いしますということで、今の自分に対するメッセージをお願いします。母が死んでから虚しくて何もする気力が起きないんですということでね、はい、お母様はなんかね、あなたに最後にね、いいお顔ができなかったかなっていうふうに言っておられますよ。で、今は満面の笑みであなたのそばにいつもいますよって。だけどこの笑顔をね、あなたに見せてあげられないのでね、でお母様もちょっとね、寂しいかもわからないんですけど、だからあなたが鏡の前に行って、まず笑顔になってもらっていいですか。これはあなたのお母さんに見せてあげるんです。そしてお母さんの笑顔です。いいですか。お母さんが今あなたに笑顔を見せてあげられないということでね、思ってられるのでね、あなたが鏡の前で笑顔でいてもらっていいですか。そうするとそれはね、お母様のね、笑顔です。いいですか。そして、あなたがまたお花を見て笑顔になったり、美味しい飲み物を見て笑顔になったり、その笑顔が一番のお母様へのね、プレゼントですよ。で、そしてお母様が幸せな世界にいられるように、幸せでいられるように、あなたが笑顔で過ごしてみませんかっていうことですね。はい、そう、あなたにそう、へのメッセージは泣いてもいいよって。だけどお母さんがそこにいると思って、時々お母さんに笑顔を見せてると思ってね、笑顔になってみてくださいねということです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、いかがでしょうか。どなたかできてる方はいませんか。にょにょにょはい、はい、じゃあゆつきさんお願いします。ではお待たせしました、梶岡あんこさん。はい、待ってました。ありがとうございます。はい、今度のお誕生日から1年間ですけれども、今度のお誕生日からはですね、次のサイクルに向けてご自分がやりたいことだとか、明日につなげるための、種まき的な年になります。準備をされた方がいいって感じですね。なのでこう前へ前へ出るのではなくて、2番手になるとか裏方に徹するとか、そういう形でされた方がいいです。はい、で、あとはですね、何でもこう受け身の姿勢で行かれて、こうどっしりこう包容力を持ってですね、人のお話を聞いてあげたりだとか、人を助けるっていうことでご自身が成長される年になりますので、ちょっと前に出るのは控えられた方がいいかもしれないですね。そういう年になります。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはい、いつも2番手で頑張ってます。2番手でお世話しのけぞってしまった。はい、これからも、はい、させていただきたいと思います。ありがとうございます。おとなしいように見えるんですけど、いい感じの年ですので、うん、はい、はい、ちょっとね、準備を、なんかね、ほんとね、なんかあっという間にいろんなね、予定がすぐに入ってしまうから、ちょっと私の能力がどうないかなと思って、ちょっと不安になりました。そうです。はい、でも、来るもの拒まずで、はい、できるだけこうやろうかなと思ってたんですけれども、少しずつトーンダウンするようにします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっと、はい、はい、どなたかいかがでしょうか。ふみやさんいかがですか。はい、はい、はい、
マコリンさん、ありがとうございます。オーラ鑑定とメッセージということでいただいてますね。青紫のオーラなんですね。体をねすいません動かすっていうよりも勉強をねしていこうとしたり、ルールを作ってそこにね、そこを作りすぎているというところでがんじがらめのような感じがするんですね。一旦ね、頭を使いすぎている自分を手放してみると、本当にね、自分に必要なピンポイントなインスピレーションメッセージが湧き出てくるようです。はい、続きまして、パールさん、メッセージなんですが、すいません。パールさんね、スピリチュアリティの原点の色紫なんですね。年をね重ねていくほどね、どんどん深みの増していく方でね、もともと深いのにね、これ以上どんだけ深くなるねんっていうぐらい、なんだかすごく恐ろしいぐらい素晴らしいものをお持ちだと思うんですけど、その情愛とかね優しさで深くね人とのね関係もねどんどん進めていくことができる方なんですがね、ちょっとね情に流されてしまって騙されてしまうところもねあるので、気づき上げてきたものをねガクンとねポキンとおられる可能性もあるので、ちょっと優しさもほどほどにしていってくださいね。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ渡しさせていただきます。ゆうこさん、ありがとうございます。こんばんは。今の家庭も仕事も何かしっくりこなくて、現状を変えたいのですが勇気が出ません。四面楚歌状態です。お願いしますということです。カードを引かせていただきました。父親との関係を見直しましょうっていうカード、そして文章を書きましょう、そして最後が音楽です。どうでしょうか。お父様との関係ねの中で、何か男性性っていうところですよね。何か、思い当たることないでしょうが、動きが取れなくなってるのはそういう、何か重圧的なものを受けてたなと思ってたりとか、本当は伸びやかにしたいのに、なんかああいうふうに言われてたことがすごく心に残ってて出していけないとか何かあるんでしょうか。ヒーリングしていきます。Avec un seul cocarde et corde, il écrit la cocarde, sarde, je tire de la cocarde,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  tire なんか緩やかな音楽聴いてください。あっち向いてもダメ、こっち向いてもダメ、そっち向いてもダメと思ってても、実は上向いたら入り口があったとかね、違う道があったとかね、あこういう考え方もあったじゃんって、いうこと出てくると思います。自分の考えではこうだけども、もし誰々さんが考えたらどうだろうかとか、ちょっと自分を違う人に変えてみて、客観的にね捉えてみる、そうするとまた道が新たに開きやすくなったりとかすると思います。どうしても同じ方向から見ているので、それをじゃあ文章を書きましょうっていうのがありましたね。書いていくことでどんどんほどけていく、追い詰められてるっていうか動けないっていう状況も、こういう風になってたからこうだからどうのこうのって書いていく、書いていくことで、あれこれできるな、ここからのルートがあったぞっていうのが見つかるかもしれません。ちょっとね緩やかな音楽でも聴きながらその書くということをやってみてください。いい人生発展していかれますようにお祈りしてます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。あれこれと言って、あスイッチの切り替えができない、ちょっと待ってそういう時あんこさん、あどっか、はい大丈夫ですあ、びっくりした。はい。どなたかいかがでしょうか。あ、そうだそうだ。リラさんありがとうございました。なんか9時までって言ったの、おっしゃってたのに、ね、結構遅くまでやっていただいたようですね。お家の方はいかがでしょうかっていう、北海道のリラさん、チャット参加してくださってありがとうございます。お疲れ様でした。ね。はい。どなたかできてる方いらっしゃいますか。そして、10時ぐらいになっていきますので、お申し込みはこのぐらいまでにしておきましょうかね。そうですね、
あら。すみません。はい。はい、じゃあ、ふみやさん、お願いします。はい、ポトリさん、ありがとうございます。オーラとメッセージでいただいてます。とても黄緑ですね。人間関係や処世術にね、長けてらして、そこがね、周りから尊敬されているね、職人技のようなね、処世術をお持ちですね。憧れていたり、すごく皆さんにね、いろんな感情を抱かれています。それはとてもプラスの感情です。ポトリさんがね、自分を受け入れる時期、肯定的なね、承認していくっていうことをもうチャレンジして、その受け入れる時は今瞬間ここに来ているようですよ。応援しています。続きまして失礼しました、続きましてミントさん、ありがとうございます。ですね、ミントさんのエネルギー、ミントさんはすごく甘い色をなさっていますね。今まで経験したことないような、すごく好きな人とか、そういう人がなんか侵入してきそうです。横からピュッてきそうな感覚があるんですね。今日が9月、明日9月ですね。10月の末から11月の頭にかけてね、いいお出会いがあるかのような感じがします。すごくワクワクして待っていてください。いつ誰が来ても、どう見られても大丈夫よっていうね、すっきりした気持ちで堂々と待っといてくださいね。応援しています。以上です。はい、ありがとうございますね。本当ね、感情解放大事だったりするので、泣きなさい、笑いなさいと止めることなくね、出してください。そして台風のごとくそれは現れていくのでっていうね、イメージしてもいいですよね。で、そういうことがあった後は必ずまたね、晴れが来たりとか虹が出たりとかするのでね、ここのとこ本当雨が降ったりするのでね、虹がよく出てたりとかしてね、空見るのが楽しみだったりね、夏の入道雲からだんだん秋の空、夕焼け雲がね、綺麗だったりするのでね、そんな空を見るっていうのもね、楽しんでいただければなと思います。さあ、じゃあ、すいません、はい、じゃあどうぞ。いいですか。じゃあ、いいですよ。はい、コロさん、ちょっとね、だいぶ前にね、いらっしゃってね、見落としてたんです。はい、あんこ先生、今の人生に影響を与えている過去性を知りたいです。今の人生に対するアドバイスもお願いします。はい、料理人でした。宮殿ね、これはヨーロッパかなの宮殿でね、こうね、大きなお鍋でね、たくさんのね、ものをね、作ってる、ごちそうを作ってる、そういうね、コックさんのような姿が見えますよ。そしてね、健康についてもね、とても知識のあった方です。そしてね、いいお料理、おいしいものを作るということにこだわっててね、いい材料を使うことを知っている。いいものを使って、すればいいものができる、いい材料を選ぶといいものができる、そういったことを知ってる人なので、これからもね、あなたは、自分の、心を無理に妥協するのではなくて、あなたがいいなって思うことをする、あなたがいいものだと思って、満足できるものを手にする、できるだけあなたの心が満足するものを手にする、そういうふうにしていくと、どんどんあなたの運勢が良くなっていきますよっていうことです。いいですか。はい、で、もう一つ、あと、ゆうこさんね、さっきね、私がね、森の中の少女で、鳥の生えて妖精で、いつでも、ね、遊んでて、空を飛び、奇跡を行うことができていましたよって言ったんだけれど、こう見てたらね、なんか仕事も家庭も行き詰まっております。私と娘と息子の3人で暮らしております。ここに来て転職し、家庭バラバラで暮らすことも考えてますということなんですけれども、はい、あなたには奇跡を行うことができますよ。だからあなたがまず、こういうふうに生きていこう、こうやろうっていうのをね、はっきりとね、決意して自信を持ってね、やっていくといいですよっていうことです。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。はい、ゆき、はい、じゃあゆつきさん行きましょうか。ちょっとカメラを切り替えますので待っててね。はい、はい、どうぞ。はい、
ミントさんありがとうございます。お誕生日がね11月生まれということで、来月からできることのアドバイスをお願いしますということでいただきました。ミントさんはですね、そうですね、もしね今なんかこう恐怖心とか消極的な気持ちみたいなのがあるならば、それはすごくもったいないことなので、それをこう取り払って思い切った行動を取るようにしてください。もう積極的に自信を持ってもガンガン行くようなイメージですね。で、明るくね、やっていく方が運気は上がっていきますので、そういうふうにガンガン行かれる方がいいと思います。で、そうですね、あとは不平不満は言わないこととか、あと何かね一日終わったらこうご自分を一日振り返って内省するっていうことだとか、あと直感を研ぎ澄ましてこう降りてくることにちょっと向き合ってみるとか、そういうこともテーマになってきますので、ちょっとやってみてくださいね。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょね、今日さんもありがとうございます。今日はねスピリチュアル TV のおかげでどれほど成長できたことでしょうか、感謝しかありませんとかね、素敵なこと書いていただいて、今日はなんだ、どこ行っちゃったね、今日は先生方の言葉がキラキラと光っていて涙がこぼれますとかね書いていただいてます。ありがとうございます。本当ね、日々ねいろんなことが変化していて慌ただしく感じるかもしれませんけど、そんな中で自分がどこにあるかということですよね。そうしていればキラキラ光っちゃうかもよみたいな感じです。はいどなたかどうですか、もしもし、はいゆうこさん、さっきのねゆうこさん、はい、またなんか四面楚歌でね、現状を変えたいって言ってね勇気が出ないって言うんだけど、大丈夫、もう本当にね、辛いことの後にはねすごいビッグチャンスがね、これがチャンスですよ、うん、だからそう四面楚歌の時でもね、まずあなたが今いいなと思えることをねどんどん取り入れていってくださいね。どんだけ四面楚歌でもね、ちょっとお花をね一輪ね、まあ、どっか の雑草でもいいからちょっと飾ってみたりとかね、本当ねささやかなことだけどね、本当になんかこう心が豊かになるじゃないですか。目玉焼きにこうハート型をこうちょっとねケチャップでねつけてみたりとかね、そういうね喜びとか笑いとかね、それをねどんどんね取り入れていきましょうね。四面楚歌はね本当に私も経験したことありますけれども、でもまあいつでもちゃんとね優子さん見守られてますよ、愛されてますよ。だから優子さんが今ここで、よし前を見てやっていこうっていうねその気持ちを持ってね上を見ていったらね、ちゃんとねチャンスがどんどんつかめてくるんじゃないですかね。あなたの笑顔が、お子さんの、気持ちをまた支えていきますよ。今ちょっとしんどいかもわからないけれども、今乗り越えていきましょうね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。さあ他にいらっしゃいませんか。はい、じゃあふみやさん行きましょう。すいません、 MS さん順番が後になってしまいました。ご夫婦のことでねメッセージをっていうことでいただいているんですが、ご主人にね合わせてはると思ってはるかもしれないけど、結構ねMX さんね鋭いねツッコミどころをすごくつついてはるような感覚でね、ご主人も自分に思い当たるところがあるので、非常に言われたくないこと辛いなって思ってはる、結構内部で傷つきやすくなっているのでね、もう雰囲気から出てしまってるんですね MS さんの中で。本当は逆の気持ちを持ちやのに、すごく照れとか素直になれない自分があって、逆の行動に出てしまって
空回りしていってる状態ですね。もうね、こうなってしまっているのは結構刺激的なね、具体的な策をねお伝えしたいと思います。ご主人の言われたいこと、すごいね、あなたといたらすごいほんまは楽しいんだよっていうことを言ってください。そしてこれからも何があってもやっぱり一緒にいたいのはあなたですよっていうことを言ってほしいんです。そうしていくことによってね、知らないご主人の姿が見れます。ご主人が自分を出せる、こちらがオープンにしていくことでご主人もオープンできます。そうすることによって初めてのねご主人が出てきてかっこいいんですよね。その時にねすかさずねかっこいいって思ったら言ってください。もうなんでかっこいいのって。そしてそんなねあなたは初めて知ることができて、これからもねどんどんいろんなあなたを知っていきたいなってこちらから言ってください。同じようにエネルギーを受けてすごく丸くね流していくことができます。こうやってね質問くださってご主人にも伝わっています。応援しています。以上です。はい、ありがとうございますね。ぜひ自分からね行動してみるといいですよね。どうしても誰か先にやってよ、あなたが先に言ってくれればいいじゃないとかってね思ってしまったりするんだけど、やってもらいたいことって一緒だったりするので、こっちからね気がついちゃったんだったら言ってしまえば楽になるしね、いいと思いますね。はい、ありがとうございます。他にありますか？あとどのぐらいでしょうかね。なんか一人の方ちょっと今見落としがあったの で、 あ、そうですか。ちょっとはい、見ていただきますね。はい、なおさんですね。はい、私は本に関わる仕事をしているのですが、今の仕事は何か過去生からの縁があるのでしょうかということで、過去生ではね、あなたはね、なんか過去生のあなたもイギリスの女性の方でね、こう本当に丸いこう眼鏡をこうかけてね、襟の詰まったこうちょっと黒っぽい、こうなんていうかな、ドレスというかお洋服なんですけれども、まあ、割とこうシンプルなね、お洋服を着られてね、髪の毛もキュッとまとめてねしてる、女性がいるんですけれども、本がねすごく好きですね、その時もね。で、あなたはその時はね、本をこう読んでね、あとやはりあなたはその本を読んだことに基づいていろんなこう世界をこう旅をするようなね、そういったことを楽しんでおられましたよ。教師をされてたらしいです。はい、今はあなたが本に関わるお仕事っていう、その過去生のあなたもは本をいろいろ読んで、そして人に教えたり、また本を読むことによっていろんな世界を旅する、そういったことを、ね、楽しんでおられましたよっていうことです。はい、ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、スイッチしてなかったね。はい、他に待ってる方いらっしゃいますか？もうみんな終わったのかしらですかね。ふみやさんはい、すみません、終わっていないです。はい、どうぞ。マロンさん、オーラと9月のメッセージということなんですが、緩やかなオレンジをなさっています。人とね、ちょっと人間関係を調整したいと思ってはるところがあるのでね、ちょっと過去に会った方でもう会いたくないと思ってる人もすごく印象に残ってきて出てきてしまったりするみたいなんですが、もう過去は過去、今必要な方っていうのはね、マロンさんの中に新しく回ってきているので、もう過去の方と復活するとかね、そういうことに思いを馳せるよりもこれからのことにね意識を向けていただきたいと思います。9月のメッセージっていうことなんですがね、9月のね5日ぐらいからマロンさんの中でちょっと落ち込んでいた時期から反省をね、反復していって過去の反省と新たな具体的な計画を練っていく時期になります。ちょっとうまくいかなかったことが、すいません、マロンさんにも原因があったようなんですね。そこをちょっと読み解いてしっかりね、自分にそういう
評価が降りるっていうのはね、自分の中にあったんやなっていうことで、もう繰り返さないっていうことで調整していって、緩やかな上る調子になっていくので、今しっかり地盤固めをしていくときに突入していきますので、目に見えて派手なことは起こりませんが、この安泰期を大事にね、固めていくことによって、すごくトランポリンのように弾む時期、亀裂の時期もやってきますので、今ね、こうまっすぐでようでちょっと上っているので、それを感じながら過ごしてください。応援しています。以上です。はい、ありがとうございます。鑑定はいかがでしょうか。もう申し込み終わりました。はい、終わりましたかね。じゃあ、今日ね、参加させていただいた方、まだね、チャットの方ではもしかしたら、やってくださってる方もいると思うんですけども、スカイプの方、こちらの方ではじゃあお一人ずつ何か、近況など告知などありましたらお願いしたいと思います。ゆつきさんからいきましょうか。突然振ってみる。はい、はい、何かイベントなどありましたら。イベント告知情報タイムです。あ、そうですね、すいません、後半はバタバタ入るんですけど、中頃までは何もないです。すいません、せっかく振ってもらったのに。じゃあ予告編でもいいですよ、別に。はい、18日もいらっしゃるでしょ。幸せ泊まって箱と大阪は、で、神戸はゲームっていうのと、あと京都は和縁の会っていうのを、20日過ぎぐらいからわーっと行きます。なので、また関西の方にまた来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まだ先なんですけど。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、ふみやさんお願いします。はい、ありがとうございます。イベント情報言わせてもらいます。はい、9月3日の土曜日、11時から4時半まで、大津急行街道といいまして、京阪浜大駅からすぐのところで、大津駅からも歩いて10分から15分ぐらいかかるんでしょうか、イベントで鑑定させていただきます。イベント価格で15分1枠2000円になります。そして9月19日に幸せの玉手箱に11時から18時まで出店させていただきます。同じになっています、料金も。はい、お待ちしています。はい、ありがとうございます。じゃあ、あんこさんどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。私は、そうですね、9月の12日はこのスピリチュアル TV で朝8時から人生の転機ということでね、ハッピーマインド塾のともこさんとのお話をいろいろ伺っていきたいと思うんです。9月、この秋、いろんな形で、なんかこう変わっていく方が多いかなと思うんですけれども、できるだけ自分らしく、自分に動きやすいように、パワフルに、変わっていきたいと思いますね。そして人生の転機ということでお話をお伺いしたいと思います。で、また先ほども少しお話ししましたけれども、9月の16日金曜日は東京で、こちら今度は、そうですね、沖縄県の宮古島というところの春水さん、家臣カードを作ったりとかされている方なんですけれども、その方と一緒に、ワークショップをしまして、私がいつもやるチャネリングの体験会というかね、チャネリングができますよっていうワークショップをしたいと思ってます。あと17日18日は東京の方のイベントに出展させていただきます。またどうぞよろしくお願いします。あとすいません、ヒプノセラピー、そうですね、そう、スカイプとか、携帯電話とか、それでも十分ね、させていただくことができますよということで、はい、よろしければしばらくの間受付もさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ私
私は明日のスピリチュアル TV 夜の番組でですね、コバシャールさんと突然、やんないっていう話になってですね、夜の番組をさせていただくことになりました。そして、2日の金曜日の朝はかっちゃんと一緒に SPTV させていただきます。そして、あとは、イベントとしては、ちょっと先ですけども9月13日表参道のワインハウスで歌います、ジャズりますので、よかったら美味しいワインとともにジャズライブいかがでしょうか。とあと、9月の16日にこれは湖西じゃなくて、豊橋の方、愛知県の豊橋の方でトーラスダンスやっていきますので、トーラスダンスで体トラウマ解消とかね、まあ今日体を動かしましょう、動きましょうっていうメッセージいっぱい来てたので、大いに踊りゴロゴロ転がってるだけでもいいですよで、コスモボイスヒーリング付きで、あとは南アフリカの太鼓とともにね体を動かしていきますので、すごく開放的で楽しいです。どうせ私と母ちゃんなんで大笑いをしながら、参加していただきますので、よかったら富田カノンにお申し込みくださいませ。そして私もヒップのセラピーやってますので、よかったらお越しください。はい、今日はそしてチャットの参加の先生方もありがとうございます。チャットの方は、アプリコットブレインさん、そして、浅野めぐみさん、アントンさん、それからひろみさん、あめ玉さん、リラさんね、ありがとうございます。あんこさん大丈夫ですよね、逃した名前の方いらっしゃいませんよね、はい、だからちょっと待ってね、はい、そうね、なかなかね、あれですよね、みんなね、大丈夫だと思うんですけど、はい、ありがとうございます、はい、佐藤清高さんですね、はい、ありがとうございます。また次回はですね、9月の7日また水曜日にさせていただきたいと思います。なんか全体にメッセージとか皆さんありませんか？そうですね、まあ、本当に今日、今日というか台風がね、行ったり来たりで、なんか荒れてるところもたくさんあるようなんですけれども、本当に気をつけて過ごしていただきたいですし、またお天気のいいところにお住まいの方はね、この清々しい 季節を有効に使っていただけたらなと思いますね、うん、はい、皆様が本当に笑顔でいられますようにということで、はい、はい、ありがとうございます。他の先生方いかがですか、はい、その笑顔で OK ですふみやちゃんなんかどうぞそうですね、笑顔は、うん、すごく自分の笑顔で笑顔になれるっていうかね、心が泣いていても自分で笑ってみる、さっきあんこさんが言われた鏡も見ましょうっていうのをね、違うことで言われたけど、鏡を見てね、私もね怖いかもしれませんが大丈夫よって言ってみたり、笑ってみてって言って笑ったらね、なんかポロポロって涙が出てしまったり、そしたら自分でギュッて抱きしめてね、マイセルフヒプノをやってみたりしてね、自分を癒していくことが大切かなと思います。まず人のことよりも自身をね、幸せにしていくことが誰かのためであったりしますよ、ね、はい、今日はね、なんか変な感覚でいつもと違ってね、お二人の鑑定を聞いていてね、なんか自分が受けてる感覚がすごい入ってそうなんだよね、全部自分に言ってもらってるってすごい、すごいうぬぼれ感うわっと涙が出そうになってね、全部すごく楽しみました、すいません、ありがとうございました。そう、本当に他の方でも自分のことのように、私もね、あーピタンコピタンコとか思いながらね聞いてたのがいっぱいありましたよ。なので皆さんありがとうございます、ありがとうございます。そして自分にもありがとうございますでね、ゆつきさんはいかがでしょうか。はい、うん、皆さんへの何か、はい、メッセージまとめ、私今日すごい久しぶりだったので、うん、チャットでは一回先週かな出させていただいたんですけれども、うん、ちょっと宮崎に久しぶりに帰っていて、はい、堪能して帰ってきて、ちょっとボケボケだったんですけどちょっと口がうまく回らなくって、また日常に戻っていきますのでよろしくお願いします。ハイペリングに戻りたいってやつですね
はい、もうみんな宇宙人なんで大丈夫です、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、またね今日も、夜8時から、お楽しみいただいた、スピリチュアル鑑定団でございましたけども、いかがだったでしょうか。ぜひね、あの今日のは、鑑定のちょっとしたね、ちょっとメッセージ、ちょこっとメッセージなので、まあ神髄ついてるところもねいっぱいあったりしますけども、また本格鑑定をもう皆さん先生方あのやってらっしゃいますので、ぜひね本格鑑定で見てもらうことでより深く癒しが起こってたりしますので、そして自分自身を知るということ、とても素敵なことです。そして自分を愛する、それが溢れたものが人に流れていくっていうね、その感覚どんどん味わっていただいて、素敵な地球波動情報情報じゃないな上昇にねなっていくんじゃないかと思います。さあ、それでは皆さん今日はありがとうございます。今日もありがとうございます。また次回お会いしましょう。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとう。はい、じゃあ一回スカイプ切ります。うん